皆さんこんにちは。 WebTV 阿蘇は阿蘇市が誕生した翌年の平成18年3月からインターネットでさまざまな阿蘇市の情報をお送りしてきましたが、平成25年の今年アップ本数が1500を超えました。阿蘇市民の皆様や視聴者の皆様のたくさんのご協力をいただいたおかげです。ありがとうございました。そこで今回は1500本を記念して阿蘇市と WebTV の歩みを振り返っていきたいと思います。平成17年2月11日、旧一宮町、旧阿蘇町、旧波の村の3町村が合併して阿蘇市が誕生しました。その1年後の平成18年3月28日、WebTV 阿蘇が開局することとなります。開局日にはご覧の32本がアップされ、阿蘇市長へのインタビュー、ようこそ市長室や阿蘇市の広報誌と連動したフレッシュマンは現在でも毎月1日にアップされています。写真を忘れず色を通していきたいと思います。阿蘇市のニュースをお伝えする阿蘇市フラッシュニュースの第1回のニュースは、台風で倒壊した宇部神社の大杉がクローン苗木で里帰りした話題でした。また当時キックボクシングを頑張る子どもたちを取材。その子どもたちは現在では高校生や中学生に成長しています。平成18年7月からは阿蘇市広報誌と連動した地産地消クッキングの毎月配信を開始。阿蘇市の食生活改善推進委員協議会が考案した地元の食材を使った減塩などの体に優しいお料理の作り方をご紹介しています。平成19年2月には優秀なデジタルコンテンツに与えられる AMD アワードのリージョナル賞を受賞。数ある市町村が運営するサイトの中から WebTV 阿蘇の分かりやすいチャンネル構成、生活に根ざした話題の提供が評価されました。さて皆さん、 WebTV 阿蘇の映像がどのようにして作られているかご存知ですか？ WebTV 阿蘇の映像はこちらの阿蘇テレワークセンターで作られています。まず市役所からの情報や市民の皆様からの撮影依頼をもとに取材対象を決め、カメラマンを派遣して撮影します。カメラマンから届いた映像を見ながらスタッフが原稿を作り、パソコンを使って編集し、WebTV 阿蘇のホームページにアップします。開局から15年、カメラマンは阿蘇市のさまざまな場所に出向き、たくさんの光景をカメラに収めてきました。平成20年には、国内では非常に珍しい黒時の撮影に成功。2回の市長選や少子化で統廃合されて並行していく学校など、阿蘇市の歩みを WebTV 阿蘇は見つめてきました。平成24年7月の九州北部豪雨災害、カメラを向けるのもはばかられる状況でしたが、災害ボランティアセンターの開設、ボランティア募集を呼びかけました。また大きなメディアでは取り扱われない地元の人たちの復旧・復興への取り組みなどにも足を運び配信しました。平成24年7月の九州北部豪雨から1年と半年が経った現在の阿蘇市です。まだまだ災害の爪痕が残っていますが、阿蘇の自然はいつもと変わりなく四季折々の美しい風景を私たちに見せてくれます。WebTV 阿蘇ではこのような美しい自然やそこに暮らす人々の取り組み、祭りや文化などを開局以来お伝えしてきましたが、皆さんのご協力をいただきアップ本数1500本を超えることができました。これらの映像を見て阿蘇に興味を持っていただき、また実際に阿蘇を訪れていただきたいと思います。これからも
阿蘇市の情報発信基地として地域に根付いた情報や観光情報をお届けしていきますので、これからもよろしくお願いします。